さあスバルのクロストレック、これはね以前はXV という名前でいましたけれども、まあ、今ねスバルが一番一押し、まあ、すごく人気の車らしいので、これ一体どんな車なのかをチェックしてみたいと思います。さあこちらのクロストレック乗ってみましたが、まあ、なるほどというふうなね、今感想ですけれども、ぶっちゃけここが面白いとかここが秀でてるってものがないんですよ。逆に言うとそこがなるほどというところにつながってくるんですけども、まあ、加速普通、旋回も普通、乗り心地普通、使い勝手普通、これがただただ何もなんか面白くないとか何これっていうんじゃなくて、よくよく考えられて一番ストレスがなく、尖ったとこもなく、普段使いやすく、同乗者とかも何も気づかせない、そういうねところにいかにね運転手、それから助手席の方、そして後席のまあお子さんだったり、そういう人たちにも何もこう悟られない感じの、普通さを出すかっていうところによくよく考えられてる気がします。だから乗ってて全くもってこのうわー楽しいとか高揚してくるってところはないですけども、逆にこういうとこが嫌っていうネガなところも何もないんですよね。でこれがちょっと今聞き取る側にか聞き取る方に次第では、何それこれなけなしてんのみたいな風に取られる方がいるかもしれませんけど、僕はそういうつもりで喋ってない。どういう風にいいかっていうところをぜひ WebCG を読んでいただいて、あ、なるほどと思っていただきたい。